立憲民主党日経新聞に激怒、杉尾秀哉と小西博之。15日に日経新聞が立憲民主党内対中抑止力を置き去り、防衛三文書めぐり議論と題した記事を配信し、16日に立憲民主党の杉尾さんと小西さんがツイッターにて、もはや政府の御用新聞と化した日経新聞。この日経記事は5法を超えた 事実無根の誹謗中傷で立憲は党として損害賠償請求をしてもいいくらいの違法行為だ。日系は三系よりひどい、などと暴言を吐いてしまいました。こちら、違法行為との表現は正しくは不法行為だと思われますが、お二人の主張を見てしまいますと、まずは冷静にとお伝えしたくなりますが、ここまで断言してしまいますと、立憲民主党側が 裁判沙汰になってててししまままう恐れが出てきてしまいます国会議員は国会以外で暴言を吐いた場合、面積特権は適用されません。まあ、日経新聞の報道を見ておりますと、まあ、確かに他のマスコミと比べて、暴力強化を推進しているようには見えますし、また立憲民主党などのおかしな野党の皆様、政府与党側の動きによって、 安全保障政策などによってですね、厳しい立場に置かれ始めているのかなということも日頃の主張から読め取ればいたしますが、もう少し言葉を選ばれてみてはいかがでしょうか。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。